はい、どうもさん、バクレーです。セキロやっていきましょう。で、今回紹介することなんですけど、ネタバレが結構含まれるので、ネタバレちょっと嫌やなという方はご視聴をお控えください。で、やっていくことなんですけど、鬼仏でスキルポイントを使用して攻め力を強化できるようにする方法があるので、それをご紹介していきたいと思います。で、何すんねやっていう話なんですけど、所持品から貴重品選んでもらうと、この竜の舞面っていうやつを完成させれば、鬼仏でスキルポイントを使って攻め力を強化できるようになるんですけど、1個目と2個までは皆さんも持ってらっしゃる方の方が多いかと思います。まず1個目と2個目の入手の場所、よいしょ。鬼仏で言うと、なんか破損品やったな。まず、アシュナ城本城ですかね、のところのステロー入り口っていう鬼仏のすぐそこにいる、商売人からお金5000円で購入するのがまず一つと、平田屋敷の一番上の鬼仏のところに飛んで、川のところにいる壺ですねから、鯉の鱗で5枚で購入するやつがまず一つで、それで2つ揃うと思います。で、問題の3つ目の入手方法なんですけど、よいしょ。源の宮の宮の代理の鬼仏まで来ておいてください。か、神域の竜を倒すか、どっちかで、フラグが立つと思うので、ここまでは進めておいてください。で、何をすれば3つ目が手に入るかっていう話なんですけど、ここまで来てる人やったら、まあ、もちろん大きい鯉と対峙したと思うんですけど、あのでっかい鯉を殺します。うん、殺す。あいつを殺せば、さっき言ってた平田屋敷のところにいる壺からまた新たに3つ目の竜の舞面が購入できるようになるので、そのやり方ですね、ご紹介していきたいと思います。まずこの宮の代理のすぐそこの屋敷に入って、外出て右向いて後ろ向いたら、こないしてよいしょ、屋根の上に飛び移れます。ほんでこっち飛んでもらうと、こうやってこっちに飛んでこれます。うん。で、あのルートでないとこっち側に飛んでこれないので、宮の代理まで進めておけばいいんじゃないかっていうふうに考えてます。違うよいしょ。で、このまま進んでいってもらうと、はいよいしょ。ちょっと敵が鬱陶しいんで一回鬼仏で触りますね。で、ここまで来るとよいしょ、さっきの宮の代理の次の鬼仏、餌やり場っていうところに来れます。で、ここまで来るとここに、鐘を鳴らすっていう風に、まあ、こんなちっちゃい鐘があるんですけど、これを鳴らしてもらうと、鯉が来ます。あのでっかい鯉が餌くれー言うて来ます。で、その時に毒の餌をあげると仕留めれるんですけど、その毒の餌の入手方法ですねを紹介します。まあ、ここまでが餌のやり場の来方で、で、その毒の餌の入手方法、平田屋敷に飛んでください。一番上の鬼仏です。はい、来ました。ここ飛んできてもうて、で、今から壺があった場所まで行くんですけど、まあ、いきなり見てくれ的にネタバレがあるんで、お気をつけてください。よいしょ。で、川の中行って、で、壺がおるところまで泳いで行って、で、今ちょっと中身飛び出てもとんやけど、よいしょ。まあ、こんな感じになっちゃうんですけど、最終的に、まだ壺の中にいる状態だと思ってください。いる状態、おる状態ね、だと思ってください。その時に話しかけると、餌やり場まで進めてる状態でね、話しかけると、話すっていうコマンドが本来ならあります。で、その時に話すと、これちょっとそのでっかい鯉にやったってくれや言うて餌くれます。で、その餌が毒なので、その餌をもらってさっきのところに行って、その毒の餌を大きい鯉にあげると、うん。で、仕留めた後にここに来るとこの状態になるので、鱗と交換するで、前面の破片左面っていうのが鱗12個で交換できるので、これで3つ揃いますよね。セロ入り口のところの商売人からの1つで、壺の中の状態の時に、7枚で購入した右面で、鯉を倒した後にもう1回ここに来た時に購入できるようになっている左面、これで全部揃います。で、揃った状態になると、所持品の貴重品の欄
これですね、竜の舞面っていうのが完成するので、真ん中ら辺の説明、これを所持していれば鬼仏でスキルポイントを消費して攻め力も強化できるようになる。もうこのまんまですね、この状態にできるので皆さん一回試してみてください。もう一回おさらいを。まずステロー入り口のところで一つ商売人から5000円で購入する。で、壺の中にいる状態のこの鯉から右面鱗7枚で購入する。で、宮の代理まで進めておいて、まあ、餌のやり場に行けるようにしておいて、その状態からこの鯉のところに喋りかけに来ると。で、話すコマンドを選ぶと、毒の餌をもらえるので、その毒の餌を持って餌やり場まで行って、で、あの大きい鯉を呼んでから、毒の餌をあげると。で、仕留めた後にもう一回ここに来るとこの状態になっているので、12枚で左面最後の面を購入する。これで完成するので、皆さんもやってみてください。まあ、まだね、スキルポイント一番最初5ポイントいるんですけど、攻め力強化するのにまだやったことないんですけど、おそらく5ポイント6ポイント7ポイントとか増えていくんじゃないかと思ってます。まあ、なんやけどボス倒さんでも攻め力を上げれるっていうのはかなりいいと思うので、皆さん一度お試しください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。お疲れ様です。